たいと思います。改めまして皆さんこんにちは。ただいまから浜松市所属第一コンクーラー消防団による消防車防災展示を始めたいと思います。まず前方をご覧ください。こちらに見えますのは、正式名称赤い木救難消防車と言います。5人まで乗車可能で、前方の幅約12メートル、横の幅約3メートル、高さ約 3.5 メートル、重さなんと約30トンあります。30トンという重さを例えますと、アフリカ号6頭分の重さになります。また、この消防車の中に、水槽を内蔵していまして、約7500リットル水が入ることができます。では早速走行していきます。続きまして、皆さんお待ちかねの車内の放水を行います。
を実施します。朝上げ。以上で、第1航空団の放水点検を終わります。